シェンジナーヤカアサの婚礼殿、カリアーナマハルシェンジ城にあるクリシュナギリの玉座シェンジ。ナーヤカアサとは、南インドのタミル地方に存在したヒンドゥ王朝。ナーヤカアサの一つでもある。首都はシェンジ。シェンジ城にある寺院16世紀頃からシェンジにおいて、ナーヤカとして、ビジャナガル王国に仕えていた有力な一族が見られるようになった。1509年。 ビジャヤナガル王国最盛期の王、クリシュナデーバラーヤにより、このナーヤカ一族が支援時にその領土を認められている。また、このナーヤカ一族は、ビジャナガル王国で、地方長官クラスの大ナーヤカであったとも知られる。なお、このナーヤカ一族の居城であった、支援時城は、ビジャヤナガルの伝統を引き継ぎ、その一角にある、高層建築の婚礼殿、カリアーナ・マハルは、美しさと、 壮大さで有名である。1565年、ビジャヤ・ナガル王国が、ターリコータの戦いにおいて敗北した後、ナーヤ・カーサとしての独立の動きを見せ、事実上反独立の立場を取った。1614年、最後の名君であるベンカタ2世が死ぬと、同年と1616 16年から1617年にかけて、ビジャヤ・ナガル王国は王位をめぐる深刻な内紛が起こった。 これにより、シェンジナーヤカーサは、衰退したビジャヤナガル王国から完全に独立を果たしたが、ビジャヤナガル王国が、ビジャープル王国の攻撃を受けるにつれ、シェンジナーヤカ朝も、攻撃の対象とされるようになった。遠望からのシェンジ城とカリアーナマハル。白く壮麗なコン婚デンは、とても美しい。そして、1648年、ビジャープル王国に、首都、シェンジを落とされ、 1649年12月には、最後の王も降伏し、シェンジナーヤカーサは滅亡した。その後、1690年代、シェンジ城は南に押されたマラーター王国の王ラージャラームの拠点となり、1698年に落とされるまで、ムガル帝国の皇帝アウラングゼーブとの攻防戦が行われた。ありがとうございます。